光継法営2年7月12日は、江戸時代前期の日本における三論衆の僧の一人である。東大寺の大仏及び大仏殿の再建に尽力した人物。丹後国宮津の生まれである。後幸院父は、大和国天元軍洋山に生まれ、津山藩、宮津藩に仕えた洋山来茂る。光継は宮津で生まれた後、父と共に奈良に移った。万年。 東大寺の英喜びに支持して三論を学ぶ。英六十年の陛下によって大仏殿が消失し、大仏がロザのまま雨ざらしとなっていることを嘆き、大仏殿再建を決意する。状況元年江戸幕府の許可を得て一種半戦を兵庫に全国に肝心を進め、七年後には一万千両にまで達した。これは現在の貨幣価値に換算すると、 およそ十億円にも及ぶ。徳川綱吉の援助もあり、元禄五年に大仏の修理が完成して、海岸法要を行った。この功を認められて、翌、元禄六年には、後寺院、高光の中立ちにより、五大将軍、徳川綱吉に配滅している。その後も西国に肝心を継続したが、大仏殿の落景を見ることはなく、 宝永2年に江戸で隠しした。意外は奈良へ運ばれ、東大寺の北にあり、東大寺復興の先人長元が建てたご行為に埋葬された。大仏殿の落景がなったのは宝永6年、後帝が没死して、後4年目のことであった。現在の東大寺に見られる大仏殿と注文、回廊、東西落門はこの時に再建されたものである。後帝の死の翌年、 喜びハブ姿勢喜びと、後継の弟子側年によって制作された後継商人像は、充血した左目や苔たを、数多く刻まれた手話など写実性に富み、生涯を捧げ復興に、東本清掃した後継の真空を今に伝える。本像は肝心書内に建てられた三影堂にあり、志半ばで倒れた後継が完成した大仏殿を常に見上げられるよう、 東を向いて安置されている。大仏及び大仏殿をめぐって繰り返された建造と消失の歴史的経緯に関わる主要人物の一覧。ありがとうございます。